捨てるだけでは人生は一生変わりません。はい、こんにちは。捨て活で人生好転のエツコです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで今日はインタビュアーのさやかさんに来てもらってます。よろしくお願いします。はい、ということで今日はさやかさん何のお話しましょうか。はい、ズバリエツコさんが捨てろ捨てろって言うじゃないですか、うん、はい、本当に捨てるだけで人生って好転するんですかね、うん、あ、もうめちゃめちゃいい質問ですね。要は手放して手放して、要はミニマリストになって私は人生が好転するのかっていうことなんですよね。でこれね、答えはノーなんですね。でこれ結構意外な方いるかなと思うんですけれども、捨てるだけでは人生は変わらないって言ったらいいのかな。これが一番なんか正しい言い方かなと思うんですけど、捨てることによって人生は明らかに動きます。これは何でかというと、自分が持ってるエネルギーっていうのがあってね、物だったり概念だったり人脈だったり、まあ、いろんなことがあるんですよ。でこの概念をずっと持ってると、これがまあ古いエネルギーが滞ってるみたいな感じで、これをバサッとね、新しい風を入れたりするんだったら、まず捨てるっていうことをやると次のものが入ってきやすいですよってことなんですね。器の大きさは変わらないんでね、その器の中に何入れてますかっていうだけなんですよ。なんで今日のそのお話っていうのは、捨てるだけで変わるのかってことなんですけど、今のお話した通りに捨てるだけでは変わらないということなんですね。見てる皆さんは人生をね、好転したいとか、とにかく捨て活をね、どんどん加速させたいっていう方がいらっしゃると思うんですけれども、捨て活は何のためにやるのかっていうね、まあ、とにかくまずはエネルギーを手放す、これが一番大事なんですよね。その捨てるだけってなんやねんってことになるでしょう。だから捨てるのには理由があって、何のためにやってるのか、人生を好転させるためということで、この第1段階第2段階で、ね、捨てて第2段階の入れる理想の情報人とかね、こういったものを入れていくという話になりますので、今日はこの、ね、2番目の入れる、この捨てるのはもういいかな、もうこれはもう他の動画でたくさん言ってるから、捨てるんじゃなくて入れるというお話をしていきたいと思いますので、捨て活を加速させたい方はもちろんなんですけれども、とにかく人生を早く激変させたいと思っている方、そして実際どうやって激変させるのかがわからない方、それを早く知りたいと思っている方は、ぜひ最後までご視聴ください。はい、私のチャンネルでは皆様の運気アップや人生好転に向けて様々な内容を配信しています。潜在意識や脳科学の知識を組み込んで多面的にお話しますので、ぜひ公式 LINE の友達になってください。公式 LINE ではお茶会、無料勉強会、そして YouTube では話せない内容をかっさりとお話ししていますので、ぜひ公式 LINE の友達になってください。はい、ということでさやかさん、じゃあもう一回質問お願いします。はい、えつこさんが捨てろ捨てろって言いますけども、本当に捨てるだけで人生が好転するんですか。はい、この答えはノーでしたよね。捨てるのは2ステップがあるわけですよ。捨てて入れるの、この1ステップしかしてないから意味がないでしょ。でもちろんやけど、さやかさんも人生大好転させたいわけよね。はい、ってなったらまずは捨てましょう。そしてその次に理想の情報とか理想のものとか、こういったものを入れていきましょうということなんですよね。でこの時にじゃあ一体どういう情報、どういうものを入れたらいいのかっていうのがちょっとね、分かりにくいですっていう方たくさんいらっしゃるんですよね。でさやかさん、その辺どうですか。分かりにくいですね、やっぱり、うん、何を入れていいか、何を入れていいか、例えば何かあります。ズバリ今だと SNS でこう入ってくる情報とかが多すぎて、うんうん、まあ、何を自分は必要としているのかが分かんなくなっちゃいます、はい、あー、いいですね、はい、これね、もうめっちゃ簡単なんですけど、もうとにかく情報の遮断ですね。捨てる方やな、まずはこれをまずやらないといけない。で得たい結果は何なのか、でその得たい結果を得てる人っていると思うんですよね。憧れの人でもいいし、いやこんなライフスタイルになったらいいなとかあるじゃないですか。その人たちの情報しか取らないっていうね、これをやってほしいんですね。そんなやり方があるんですね。あ、そうそう、あ、だから極端に感じると思うんですよ。え、その人だけに絞るんですかみたいな。いや、その人だけに絞るからうまくいくのね。なるほど、うん、一点集中ですか。一点集中、悦子さんがよく言う一点集中。そうそうそう、はい、だから私が自分自身が3年前に、まあ、コーチングっていうのを受けた時に、その師匠の話しか聞いてないんですよ。それでうまくいったから、結局。だから私たちって、あれもこれもあれもこれも、え、この人はああ言ってるし、この人はあって言うし、いろんな情報を取るとね、脳が混乱するの。え、どれがいいのってなりません？なります。なるよな、はい、ほんで結局、え、行動する、行動しない、行動しないですね。そうやろ。
だからどれがいいかがわからないから、はい、じゃなくてもこの人って決めたらその人のことをもう一点集中で聞くっていうか実行する実践する、そうしたら絶対なんか成果が出るんですよ。そうなんですね。そう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 、だからそれをまずされたらいいんじゃないかなと思うんですよね。まず情報の遮断をしてください、うん、いらない情報入れない、はい、必要な情報だけ、仕事の情報を必要だと思いますし、それは入れたらいいじゃない。あとは自分がどういう人生を送りたいかっていうのがもしわからないんであれば、もうそのプロをつけた方が早いんですよ。もう一番もう言っちゃえば自分の頭の中って自分がわからないんですね、一番あのごちゃごちゃしてるの、うん、それをすっきりさせたいわけなんですよ、まずね。それがまずは情報を手放したりとか物を手放すっていうのでだいぶすっきりしてくるのよね。そしてこう他の人と喋ることで、あ、私ってそういうことがしたかったんやっていうね、気づき、この気づきが得れるのは実はもう他の人と喋って自分と価値観が違う人だったりとか一番いいな理想の人、うん、あ、この人憧れるのが素敵と思ってる人と話す、そしたらいろんなことに気づけるんですね。でこれによって私たちの人生は変わっていくという、その方とのギャップがあるわけよね。これを要は埋めていく作業ができるのがその人と喋るってことですね。なるほど、うん、その時悦子さんは理想の人は一人だけ設定をしていた、うん、私の場合はまあ師匠がいたのでその師匠の言うことを聞いとけばいいんですよ。要はそれで結局うまくいったんで、いやだからあっちもこっちもやるとわけわからないからやめ、まず最初は一人に集中する、その人が言ってることをやる実践する、そうしたら一本の柱ができるから、でその後はエッセンス、他の人のエッセンスを入れても OK。 ただ軸がブレてる状態で何入れてもわけわかんなくなるのでそれはやめましょうねってことで。うわ、これはすごい勉強になりました。またあなたいや、よかったです。結構視聴者さんの方でもいらっしゃると思うんですよ。ああもうあでもないこうでもないっていろんなこと入れ出すんだけど、それを一旦やめる、まず遮断する、そして私は一体どうなりたいのか何が欲しいのかっていうのをちゃんと考える、これ要はゴールセッティングなわけですよね。でこの時に一人でやってやるとどうしても自分の枠の中でしか考えられないから、まあ、壁打ち相手っていうんですかね、相談相手として誰かそういった方とお話しすることで、あ、そういうことかって、もうだから5分とかでいいんですよね。それで結構気づきが得れたりするのがやっぱね、やっぱだって私たち早く人生好転させたやろ、それが結局は一番早いということになります。はい、いかがでしたでしょうか。また感想質問ありましたらコメント欄書いてみてください。今日の内容がちょっとでもいいなと思いましたらいいねボタン、チャンネル登録、そして公式 LINE お友達になってください。ということで今日の動画のまとめ、捨てるだけでは人生は一生変わりませんということで、捨てる、その次に理想のもの、人、情報を入れるというこの2ステップというお話をしました。まだ私とかどうしたらいいかわからないという方はとにかく捨てるに徹する、そしてもうある程度捨てましたっていう方は理想のもの、人、情報を入れる、そしてそれもぐちゃぐちゃじゃなくてある程度絞って入れる、これがめちゃくちゃ大事。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!